はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日は新シリーズ始めていこうと思います。僕自身ね、家系ラーメンがものすごく好きで、もちろん動画でも結構な頻度で撮影をしておりますし、それ以外でもね、休日にもかなり家系ラーメン食べてるんですよ。で、この家系ラーメンの中にも有名なね、何店舗もあるようなお店がありまして、家系ラーメンがね、詳しくない方でも知ってるような代表的な一店舗として、武蔵屋さんというお店がございます。で、その武蔵屋さんなんですけれども、各店でスープをしっかりと炊いてて、お店ごとにね全然味違うんですよ。ただ家系ラーメンがね詳しくない人って、武蔵屋さんってどこ行っても味一緒なんじゃないのっていう、まあ、そうやってね思ってる方が中には絶対いらっしゃると思うんですよ。なので今回始めていく新シリーズは、武蔵屋食べ歩いてみたということで、皆様にもね、各店舗の特徴を伝えられるように、いろいろとそのお店の味だったりとかをお伝えしながら、武蔵屋さんのね、良さ、美味しさをどんどん伝えていこうかなと思っております。で、今回のシリーズは、スープの違いに着目していきたいと思うので、家系のね、スープに入っている3つを比べていこうかなと思います。その3つなんですけれども、油感、醤油感、スープの濃度と比べていこうかなと思っております。で、このシリーズを始めるにあたって、まずはやっぱりね、本店さんでベースの味を味わわないとなと思いましたので、本日は中野にございます武蔵屋さんの本店でラーメンを食べていこうと思います。ただまあ動画中はね、そんなに難しい話とかマニアックな話はできるだけ避けつつ、僕もね、シンプルにラーメンを楽しみたいので、いつも通り家系ラーメンとライスをね、全力で楽しんでいこうと思います。はい、ということでですね、ただいまお店近くに着きました。武蔵屋さんの本店があるのは中野の方なんだけど、ちょうどですね、この並木道が秋らしくなってきて雰囲気ございますよ。もうお店見えてまいりました。よかった、外待ちしてねえわ。ということで、こちらがですね、本日お伺いさせていただきます、武蔵屋さんの本店でございます。お客さんのね、待ちもちょうどいい感じっぽいので、早速ね、店内の方に入ってラーメン食べていこうと思います。ということでですね、ただいま店内に入っておりまして、すでにですね、ラーメンの方は購入してあるんですけれども、ライスは無料となっておりまして、食券機の横に札があるんですけど、それを一緒に提出するとライスがいただけるというシステムなので、卓上にもね、こんな感じで武蔵屋のラーメンはライスに合うようにできてますと書いてあるぐらいなので、ぜひね、腹ペコの皆さんはライスと一緒にお楽しみください。はい、中央に本店お待ちしております。いただきます。はい、うおー、柔らかめ、おはようございます。ということで、ただいまですね、一杯目のラーメンが到着いたしました。本日ですね、一杯目にいただくのはこちら、本店ラーメンの中ということで、もちろんですね、ライスも付けさせていただきました。このスープの色から、具材から、たまんないですね。ほら、すごい、いただきます。うわあ、うまっ。もう見た目から分かる通り濃厚で、醤油がかなり効いてるスープね。麺はこんな感じでございます。あ、もううまい。あ、もう絶対うまい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、このラーメンはね、間違いなくライスだわ。固めのお米がうまいわ、ラーメンに合う。麺3口目でライスなくなっちゃったんで、ここで武蔵屋さん本店はもちろんおかわりも無料なんで、おかわりしていきたいと思います。ちょっとね、このラーメンは秒でなくなるライスダメだ。思わず大盛りに注文しちゃったよ。ありがとうございます。いただきます。大盛りでございます。そしたらこの辺りで僕のね、一番大好きなほうれん草とスープに浸した海苔合わせてよ。ここにね、
つけちゃうよね。マジでね、これ以上うまいセットはないから。はい、皆さん。メロメンの注文でーす。はい、どうぞ。お待たせします。うまっ。はい、はい、はい、どうぞ。中村のお席どうぞ。はい。お好みどうしますか？はい、うん、はい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 、今大盛りしたからあれだけど、並盛りだったらね、余裕でご飯とかライスいけるよ。いっぱい2杯どころじゃねえわ。ダメだ、この最後このまま食べるのもったいないから、次もラーメン食べるんだけど、ライスおかわりしますわ。おかわりすぎて大盛りすぎたので、ちょっと器が変わって、さらに多い量になりました。幸せだね。そろですね、チャーシューとご飯、ちょっともうこのくるんだ形でいっちゃいましょうか。もう、うまっ。はい、よーい、いらっしゃさい。そしたらただいまですね、ほぼほぼ具材完食いたしました。ただね、まだご飯がこんな感じで余ってますので、このスープにニンニクとごまと、いや最後これね、ブラックペッパーで、よいしょ、ここにね、残った味玉と一緒に、これちょっとね、行儀は良くないかもしれないけど、このご飯に合うスープを、まあ、無駄にしたくないので、こんな感じで雑炊風にしてみましょうか。絶対うまいじゃん。おい、その前が連想だ。うん。ああ、うまい。ということで、こちらですね、一杯目のラーメン、綺麗に完食させていただきました。もちろん、ライスの方もお米一粒残さず完食させていただきました。またちょっとですね、本日は連食も OK いただいておりますので、これからね、ちょっとメニューを買って2杯目もまたライスと一緒に楽しんでいこうと思います。それにしてもね、こう商品が来るまで、これ待ってる間もですね、カウンターにね、いろいろ書いてあるんだよ。先ほどもね、映したこの食べ方の極意なんてのもあるし、武蔵屋さんができてからのお話が書いたりとか、本店さんがどうやってスープを作ってるか、こんなことも書いてあって、こういったね、ちょっとした待ち時間に読んで、その後食べるとよりね、一段上に美味しく感じるので、ぜひね、皆さんもお時間ある際は読んでみてください。ライスからどうぞ。ありがとうございます。もう間もなくです。はい、今回はですね、ライスこのサイズで到着しました。ラーメン丼でございますね。いきます。ありがとうございます。いただきます。はい、鶏チャーシューありがとうございます。2杯目いただきますのはこちら、特製ラーメンのシューでございます。
で、こちらの特製ラーメン、ね、キャベツとかが入ってるんだけど、プラスで海苔ダブル、ほうれん草、チャーシューも増させていただきました。で、今回はね、お好みをちょっとね、油増してみました。まあ、どうなるかね、楽しみなんで、いただきます。うん、もうね、トッピングしすぎて、麺もスープも届かないね。スープにチャーシュー浸して、これでご飯いっちゃいますか。うん、うまっ。出た。油増しにするとスープはこんな感じでございますね。さっきよりもしっかりとこの油膜が増しててまたうまそうでございますね。やっぱ油増しうめえわ。もう少々お待ちください。僕も結構家系行ってるんですけど、普段絶対キャベツトッピングしないんで、ちょっとこれがどうなるか分かんないですよね。いただきます。うん、うまっ。めちゃくちゃ合うわ。シャキシャキ感が残ってる程よい、ちょうどいい火の入り具合で、この食感だけじゃなくて甘み、確かにこの醤油効いてるスープには合うわ。はい、さあ、そうです。はい、どうぞ、はい、どうぞ、お待ちなさまです。どうぞ、ありがとうございます。はい、中崎さん、はい、お好みはどうしますでも、マジでさ、自分が好きすぎるっていう部分もあると思うんだけど、こういう美味しい家系を嫌いな人がいることが想像できないよね。ということで、ただいまですね、武蔵屋さんの本店でラーメン食べてきました。めちゃくちゃうまかったよ。もう一口目から目が覚めるようなね、パンチのあるラーメンでしたね。で、今回のシリーズはですね、オープニングでもお話しした通り、ここの店舗がどういう味だったか分かりやすいようにグラフというか指標をね、出させていただきたいと思うんですが、まず油感、これはね、多めのプラス1ぐらいかな。うん、で、返しなんだけれども、これはね、強めにプラス2だな。んで、最後、スープでございますね。これは、マジでね、もう一番濃いめに振り切りたいんだけど、まあ、基本のね、本店さんってこともあるので、今日マックスに振るわけにはいきません。なので、2.5 でお願いします。はい。
ということで、全体的にはこんな感じなんですけれども、本当にね、一口目から醤油の香り、で、濃厚なスープ、これパンチがあるのね。だから、その分油、このチー油の部分は結構入ってるとは思うんだけれども、優しめに感じるぐらい。なので、油好きだよって方は、ぜひね、油多めにしてもいいと思いますし、基本的にはね、しっかりとスープも海鮮も油も、全部パンチがあって完成度があるものなので、まあ、多め、少なめとかに調整してもバランス崩れることはないと思います。ただ、僕がね、行った時間帯は、お客様が少なくなる2時頃を狙って行ったので、朝一のスープだったりとか、時間帯によってはもう少し優しめの味の調整になるかと思いますので、そのあたりはですね、ぜひ皆様の好きなね、武蔵屋本店さんの味の時間帯を探して、好みを絶対見つけていただきたいなと思いました。また、ちょっと今後もですね、本店さんのみならず、定期的にいろんな武蔵屋さんに行って、こんな感じでね、皆様にどういう味だったのかっていうのを継続的にね、お伝えしていこうと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらは概要欄からチェックしてください。ということで、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。